どうも、おたつです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回はね、FPS ゲームで使われる定番イヤホン。えこちらのね、SE215、シュアーの製品を使って、FPS ゲーム向けのリケーブルっていうのをね、探していきたいと思います。なぜね、SE215 なのかっていうと、まあ、音のね、バランスが良くって、すでにね、所持してる人も結構多いと思うので、リケーブルという、 ステップアップからの、まあね、ちょっと沼にはめていこうかなっていう流れです。で、今回ね、いろいろなケーブルを揃えてきましたので、まずはね、それぞれどんなケーブルかっていうのを見てもらおうと思います。リケーブルでね、どう選べばいいのか分からないって人もね、まあ分かりやすいように解説はさせていただきますので、ぜひね、最後まで見ていただけますと嬉しいです。ほんなら行きましょう。はい、ということでね、いろいろね、揃えてきたんで、それぞれね、見ていただきたいんですけど、まずね、 皆さんに知っていただきたいこととして、まあね、あの、ゲーマーの方ってそんなにね、あの、ケーブルとか詳しくないと思うんで、一応ね、説明しておくんですけれど、えっと、SE215 に適合するケーブルになるんですけれど、絶対ね、あの、MMCX っていう風にね、書かれたケーブルを購入しましょう。絶対これはね、守ってください。じゃないとね、適合しないので。で、えっと、2ピンとか QDC とか、まあ、聞き慣れないね、単語ね、書いてあると思うんですけど、このね、SE215 に適合させるものは、MM、MMCX。 になります。ちなみにね、今回ね、揃えたケーブルはもうね、すべて材料が違うもので、それを使うことでどんな音の変化になり、どれがね、FPS ゲーム向けかっていうのを検証する形になります。すべてね、4 4ミリのね、バランスプラグでね、揃えちゃったんですけれど、ま、あ後々ね、僕もね、バランス化したいなって絶対思うから、ま、あそういった場合でもね、対応できるようにそうしました。だからね、3 5ミリは買ってないんで、こういうね、変換プラグを買いました。で、今回のね、検証に関しては、アンバランスメインでいこうと と思っててアンバランスプラスまあ、ゲームダックでいいかなと思ってるんで結構ね。ゲーマーにね。寄り添ったような形で検証していく形になります。で、合わせて購入したのが今ね。手元に持ってるやつで、これはね。4.4ミリを3.5ミ、mm、リに変換するね。プラグになるんですけど、これをね。 使ってやっていこうと思います。で、一つね、気をつけてほしいんだけど、3.5mm から 4.4mm に変換するものは絶対に使わないでください。え、アンプとかダックがね、ぶっ壊れるらしいので、え、これね、僕もね、初めやったことあって、初心者やりがちのミスなんで気をつけましょう。まあ、詳しい理論とかね、自分で調べてください。これ、ぶっ壊れるって書いてる人多いし、まあ、実際ね、なんか変な感じになります。音もね。うん、なんで、まあ、僕がやっちゃったからあれだけど、絶対やらないように気をつけてね。で、前置きはね、置いといて、それぞれね、紹介していきます。で、今回ね、 ついに2時だけでね、いいかなと思ったんですけど、えー、僕ね、スペシャルエディションを持ってますので、えー、スペシャルエディション間違えて捕まされた方のためにも、えー、両方で検証していきます。両方で検証して、各お々のおのね、合うケーブルっていうのをね、見つけていけたらなと思っておりますで。まずね、変換プラグから見ていただきたいんですけど、ちょっとね、これまだ開けてないんですよ。はい、こんな感じのやつで、なんかカインっていうメーカーで結構有名らしい。だからこれ買ったんですけど、ここにね、4.4mm のプラグをブツッ刺して、で、ここにまあゲームダックなりなんなりにね、刺していく感じなんですけど、まあ、ゲームダクここに あるるるんですすけけけどこうう感じいけるかなあいけると思うゲームダックね、これね、たまにね、うまく刺さらないやつがあるから気をつけんといけるんのですけど。で、新たにね、導入したケーブルそれぞれ見ていきたいんですけど、こちらね、トリポウィンっていうメーカーで、イヤホンはね、レビューしたことあるんですけど、ケーブルね、単体を買うのは初めてです。トリポウィンのゾイ、e、って読むのかな ?2580 円で、まあ、開けていって、 て見ていけたらなと思うんですけど、これ初めて開けるけど結構綺麗なケーブルですね。値段の割にはああいい感じのケーブルですね。すごい。うん、なんかおしゃれな感じ、色合いとかもいいね。でこれねどんな線が使われているかっていうとねフォークは純銅線と銀メッキ銅線と金メッキ銅線っていう超ねミックス線になってまして超超ミックスしてる割にはお値段そんな高くないっていうね。だし品質もなんかすごい高い感じですね。トリポインはねイヤホンもね品質高かったんですけどケーブル単体でもすごい。 いい感じなんですねちょっとびっくり。まあ、これはこれでね、えー、まだ聞いてもないんで <laughs>、しっかり検証していきます。で、お次が、えビッグマンゴーっていうメーカーのホタルっていうケーブルなんですけど、これはね、お値段なんと2873円なんですが、えー、四芯のね、え金メッキのケーブルになります。え金です、これ。金のメッキがされたケーブルなんで、僕、金メッキはね、今まで多分聞いたことないと思う。なんかね、 大体付属してるのって金とかあんまりないんですよ。結構あの、銅線とかが多いんですけれど。まあ、これはね、金のね、線になってくるんで、どんな音になるんでしょうね。なんかすげえ、キラキラしたような感じの音になるのかな。楽しみですね。で、お次が、KBEAR のね、KBX4913 ってやつで、まあ、白いケーブルだからなんだろうなって思われるかもしれないんですけれど、これはね、3659円で、今回セールで買ったんですけど、 実際ね、5000円ぐらいするものになります。なんで、この中では一番これが高いですね。 今回紹介してるやつ全部ね4000円以下で購入できるものになってるので、KBI はね、まあ、イヤホンとかレビューしたことあるんですけど、これはね、発信の純銀のケーブルです。よくね、銀メッキとかあるんですけど、これ純銀です。僕ね、純銀のケーブルはね、今まで使ったことないんで、どんな感じになるのかすごいこれもね、楽しみなんですよ。なんかもうね、これね、撮ってる段階ですごいワクワクしてます。で、あとはね、所持してた分なるんですけれど、ナイス HCK のブラックキャットになります。 これはね、アエンド合金侵食ケーブルっていうのかな。<laughs> なんかね、ちょっと変わった加工がされてるやつで、まあ、これ結構ゲーム向きだよなって僕は思って使ってた分になります。で、今ね、普通にね、国内アマゾンで買えて3190円で買えるんですけれど、まぁ、あ、ちょっと変わり種のね、タイプかなというところです。音がね、すげぇシャキッとするんだよね。うーん、なんか分離感もすごい良くなる感じで。僕はね、すごい好みです。ただまぁ今回の企画に合うのかはわかんない。で、お次がこちらの JS ハイ 場合のスカイですね。 え、1880円で購入できるもので、今回紹介する中では一番安いです。これもね、すげえ前に買ってね、眠ってた分なんですけど、まあ、今回のね、検証に使ってみようかなと思って、引っ張り出してきました。で、これね、発信のね、これ銀メッキのケーブルです。純銀とかじゃなくて、銀メッキがされたケーブルになってます。で、まあね、発信なんで、16芯のね、銀メッキケーブルとかもね、手元にあったりするんだけど、それちょっとね、太いんですよね。だから発信ぐらいがね、取り回しが良くていいかなと僕は思ってます。という感じで、ね、 ねラインナップでやっていきますのでぜひね最後まで見てやってください。僕もね一生懸命継承してきますよ。まあ、なかなかねこういう企画やってる方もいないと思うんでねぜひねどんな結果になるか楽しみに待っててください。それじゃあね行ってきます。ていうわけでここからね。 実際にね、いろんなケーブル試してきました。そのね、感想を話していきたいなと思ってます。まあね、こんなにね、ケーブルね、聞き比べたことなかったんですけど、結構わかりやすく変化出るもんですね。SE215 って特に変化わかりやすいんかもしれないです。まあ、どちらかというとまあ、フラット系な音で。うん。だからこそ、そんな味付けがないから、ケーブルの線の特徴っていうのは結構出やすいのかなと思ったりもして、すごいね、面白い検証でした。 ほんならね、まずはね、金メッキケーブルから行きましょう。はい、まずね、金メッキのね、ケーブルなんですけど、ちょっとまあこれ S215 ついてますけれど、これね、メリハリがね、すごいつくのに、なんかね、疲れない不思議なケーブルなんですよね。音のね、メリハリが向上して、すごいね、距離感がね、わかりやすくなって,て、音の角も結構取れる感じで柔らかくなります。で、前方へのなんかね、手がすごいはっきりする感じで、音楽もゲームもなんかメリハリのある感じでこれ楽しめて、どっちにもね、なんか適してるような結構優等生な感じなんです で、金メッキって、僕ね、使ったことなくって、むっちゃギラギラしてんのかなと思ったら、全然これイメージと違いました。ごちゃつかず、なんかね、メリハリがぐっとアップするんで、全体的にね、音をね、捉えやすくなるんだよね。SE215 とスペシャル、どっちもね、良好だったけど、こちらはね、SE215 の方を押したいかなと。 思います。まあこんな感じで結構綺麗ですよね。ケーブル自体も綺麗だしえ。僕ね、このなんかクリアのね、筐体にこのシルバー系のやつ合わせるのなんかいいなーって思ってるんですけど、どうすかね。うん。まあ、つ付けた感じもね、こんな感じで。まあ、ビッグマンゴーっていうね、メーカーのケーブル自体初めて使ったんですけど、品質すごい良い,いですね。これ3000円以下で買えれるんだったらすごい良い,いなって思いました。音質もなんか気に入ってますね。 でね、次がね、純銀のケーブルいきたいんですけど、純銀はね、今ね、こちらの SE215 スペシャルにね、つけてるんですけれど、これね、ほんとね、イヤホンの性能なんかね、底上げしてくれるような感じで、音のね、なんか響き方っていうのが結構上品になって、ナチュラルに音をアップグレードしたような感覚。で、なんか粒が細かくなって、情報量がすごい増えます。まあ音楽はね、気持ちよく聴ける上に、ゲームでね、聴き続けると疲れるような音がね、綺麗に結構まとまってくれるんで、すげえね、疲れにくくなるんですよ。 スペシャルはね、立体感がね、増したような音になってね、いいんですよ。雑で邪魔くさいようななんか低音が、すごいね、聞きやすくなります。スペシャルも、まあ通常まま合ってると思うんですけど、僕はね、こちらのね、スペシャルの方が、うん、相性いいんじゃないのかなと思いました。だし、まあ、シルバーのさ、線ってすごいいいよね。うん、青でも合うよね、こんな感じでね。うん、僕はいいなと思ったんですけど、分かりづらいけど、はい、こんな感じでね、えー、まあ、シンプルにね、かっこよく使えるかなというところです。で、次がね、ミックス線。 ミックス線はね、すごい綺麗なね、ミックス線で、まあトリポインのやつってすごい品質いいなとは思ったんですけど、まあ、本当にね、もうミックスされたような音です。僕が聞いた感想としては、なんかごちゃついてる感覚になって、 音の情報量がなんかね、雑に増えてるような感じ。で、音のバランスはなんか特に変わんないかなって感じで、音はね、まあ、正直アップグレードされてるとは思います。ただゲーム用音で考えると微妙で、SE215 も、スペシャルもどっちも使いましたけど、ちょっとゲームでは合わないんじゃないかなと、これは思いました。まあ、品質自体はいいんで、他のね、イヤホンと合わせてちょっと使ってみようかなと思ってます。これはね。まあね、取り回しもね、すごい良くって、お値段自体もそんな高くないからさ、これはこれでいいなと思うんです ですけどちょっとねね <laughs> fps 用じゃない、ねうん、まあこのね、メーカーのやつはもうちょっと買ってみたいなと思います。あの、この値段でくさくさ、あの、この細さがいいんだよね。このぐらいが使いやすいんですよ。あんまり太いと使いにくいですからね。で、次がね、オイルケーブル。えー、これね、ナイス HCK のね、ブラックキャットですね。まあ、よくね、FPS 用じゃねみたいな僕、えー、ツイートしたりしてたんですけど、これね、 ちゃんとね、聞き比べました。そしたらね、思った以上に音が派手。んちょっとね、派手すぎるかなって思ったぐらいで、で音のね、輪郭自体はね、最もくっきりしてて、あのね、低音の量が、まあちょっと上がるなっていうところと、全体的に、まあ派手にはなるんだけど、分離自体はまあ良好なんですよね。まあゲーム用としても、まあありっちゃありなんだけど、全体的にね、この音がね、こう、ボーンってぶつかってくる感覚が強くって、全音域がなんかうるさすぎる。 うんだから、SE215 だったらギリ使えるけど、SE215 スペシャルはなんかこもるような感じにもなるから、うん、これはちょっとね、相性を選ぶなって感じ。まあ、ただ、む、うん、っちゃおすすめできるかって言われたらそうでもないし、まあちょっと代わりなりとして持っとくのはありかもしれないですね。でさ、ケーブルのさ、太さ、さっき言ったと思うんですけど、これ結構太めです。まあ太めだけど、取り回しではそんな悪くはないんですけど、結構ね、あこんな感じで太いんですよ。 太い。うん、編み込まれ、まあ、綺麗に編み込まれてはいるけど、太いから、まあ、こういうね、太いケーブルよりかは、こういうあの、トリポビンみたいな、えー、このミックス線みたいなね、細いやつの方が使いやすいかなって僕は、そういう話をさっきしました。で、最後にね、銀メッキなんですけど、これね、値段も安く、まあ、ほどほどに音をアップグレードできるかなというところで、まあ、ほんとね、ほどよく音がくっきりします。で、メリハリもアップします。で、イヤホンの特性はまあ、そのままちょっとアップグレードしてくれるかなっていうような感じで、まあ、わかりやすいね、音の、 グレードアップでね。 使いやすいとは思います。あのね、スペシャルのね、ぼやっとした感覚は、あんまり抜けないから、僕としてはスペシャルで使うんだったら、純銀のね、選んだ方がいいんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、どちらもね、使えると思います。SE215 に関しては、うん、こっちでも十分アップグレードできてるかな、感覚にはなるので、うん、なんかちょうどいい感じもしますね、SE215、うん。スペシャルだと、ちょっとこもってるところがあんまり抜けないかな、感覚もあったので、まあ、あんまりね、高級感もね、えー、そんなになくって、これね、JSIFI のスカイね。うん うん、このね、この辺がちょっと僕はあんまり好きじゃないです。この、この感じ。うん。なんかね、安っぽいんですよね。<laughs> まあ、2000円以下で買えり一番安いんで、まあ、仕方ないとは思うんですけど、もうちょっとね、最近安くても高級感あるやつがあるので、 うん。純銀のね、もうちょっと試してみたいなって思ったね。うん。これはこれで面白いけど。うん。まあ、銀メッキも、まあ、他にもいろいろケーブルあるんですけど、MMCX を持ってないので、あれなんですが。ま、あそんなところかな。うん。僕がね、使った感想としては、ま、以上になるんですけど。まあ、思った以上にね、ケーブルでのね、変化が大きい。手投げでしっかりまとめに行きましょう。 はい、ここまでお疲れ様です。皆さんね、SE215、エオニック215、リケーブルたくさんしましたが、 いや、これね、ほんとね、音変わります。いや、思った以上に音変わるんで、皆さんもね、まあ、一本二本ぐらいね、買ってみて、まあ、金メッキと銀メッキ買うとか、まあ、純銀と金メッキ買うとか、まあ、いろんなね、試し方あると思うんで、ぜひ一度でいいからやってみてほしいなと思います。まあ、手話のさ、SE215 とか持たれてる方は特にやってほしいなというところで、個人的に僕が今回ね、使って良かったのが、まあ、2種類ありまして、こちらのね、 え、ビッグマンゴーのえホタルと、k b i の KBX4913 が良、ね、かったです。まあね、それぞれね、これはもはめてるんでわかると思うんですけど、SE215 の方は、え、ビッグマンゴーのホタルが結構合うなと思って、逆にさ、スペシャルだったら、このね、KBX の4913、え、純銀線がすごい合うんですよね。いやー、これでね、FPS ゲームもね、どっちでもいけるじゃん、みたいな感覚にはなりました。だから、 これね、スペシャルね、音がすごいこもってるなって僕思ってたんですけど、結構ケーブル変えればいけるかもしんない。立体感出て割と良くなるような印象もあったので、うん、これはね、ちょっと化けるかもしんないね。なんかね、ケーブル変えたらいいよみたいな人結構いたから、まあ、ほんまなんですね。だから、そういう意味では、まあ、ケーブル変えるの前提になっちゃうのがちょっとあれなんですけど、まあ、SE215 スペシャルを間違って掴んだ方も、うん、このケーブルに変えれば結構音聞こえやすくなるよっていう話ですね。で、まあ、もちろんね、あのー、いろんなケーブルあるから、まあ ざっくりとこんな傾向みたいなのがねえー。洗剤ごとにはあるんですけれど、同じような感じで聞けるかっていうのはわかんないんで、僕はね。今回購入したのとも同じね。ケーブルっていうのをまあ購入してもらえばまあ、同じような感じ方はね。おそらくできるはずです。なんで動画の説明欄に。まあリンクで、ね、今回全部貼っとくのでまあ、気になる方はね。そちらからチェックしてもらえたらなと思ってます。で、今回の企画ね。ここで終わりじゃなく、まだ続けていこうかなと思ってて。次回はね。バランスかこれバランスケーブルで買ってるから。 バランス化して、定位をね、アップグレード編っていうことでね、やるんで、ぜひチャンネル登録して待っててください。それじゃあ、また。